ちょっと待って。ね、ね、ね。うお、でかい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 。ね、無理無理無理。俺が俺なんだよ。はい。これが、これがプロのガイド。俺がプロのガイドなんだ。よそ、60やないと、後ろ。60あるって。それ60 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 60
10XD を使った釣りででかいのを狙っていきたいと思います。 10XD ですか。はい、本日はそうですね、 9m から、まあ、12m ぐらいのレンジにいるいわゆるディープモンスタービアコロ、うん、あの有名なやつですよね。あ、そうです。あの 10XD、はい、パターンというか。そうですね、これで、まあ、それをまあ、新海船長の、うん、はい、これまでの経験とやっぱりこう、まあ、実績、まあ、かなりちょっと自信が、うん、ありそうなんで、ありそうなんでね、うん、はい、ちょっと僕たちは大船に乗ってますので、うん、はい、楽しみに釣れることを。了解です、任せてください。まあ僕の中じゃ TXT 魚具なんでね。なるほど、はい。違う。うわ、今絶対当たったと思ってたけどね。いや、これは、あ、いや、わからん。わからん。ちょっと待って。わからんよ。わからん。はいはい。あ、違う。違う。バスでしょ。これ、バス。バスの匂いするでしょ。これバスの匂いするぞ。ちょっと待って。よ。いやでもマジやんね。待って、これ本当バスの匂いしますね。マジって。いやマジしますよ、バスの匂い。マジで匂い。多分バスだ、バスだ、バスバス。絶対魚だった。あ、本当や。バスの匂いがする。本当するこれ。ちょっと待って、俺のせいも。あ、するするそれ。リアルするそれ。なんか一言お願いします、カメラに向かって。バスの匂いがする。オッケー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 。これはやっぱりすげえな、この釣り。でもそのブラックバックの方にクマ来ますね。ホワイトバス、これやばいやね。ちょっとネット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 。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はやりきりましたですね。今日はかなりやりきりました、ね、やりきって腕パンパンやん。ほんとでやばい。釣果の方は本日はなんと、本日はなんとちょっとやばかったですね。今日はマジで今日はやばかった。今日は爪やったね。まさか昨日がね、もうすごかったんで。昨日が本当にすごかったんで、ちょっとね、期待大で臨んでみたんですけど、まあ難しいですな、現実がこれかと。まあただやっぱり僕たち九州からやってきて、まあまあ憧れのね、琵琶湖で、はい、まあ、好きな、大好きなバス釣りができたっていう、ことだけでも、本当に来てよかったなと思います。ありがとうございます。まあ今日バスかなっていうのはちょっとね、まあね、ちょいちょい朝あったり、まあ、昼頃あったりとしたんですけど、やっぱりね、こうちょっと難しいと。難しい。そう簡単には釣らせてくれないのが今の琵琶湖と、うん、いう感じですね。昨日は本当に2時までお何個やって、うん、もう何個の反応が悪かったんで、まあ、8個行って、でももうちょっと雨元って言ったらあれですけどね、まあ一応ポイント入って、うん、
ディープクランクやって本当にわずか1時間くらいですよね、うん、で3本、50アップ2本と、ね、まあ、60出て、でこれはやばいんじゃないかと言って、ね、今日急遽帰ったんですよね。 10XD そうですね、5個ね、まさかの今日はちょっとあれだったんで、まあ、またね、ちょっと機会があればぜひ、一緒釣りさせてください。いや、こちらこそ、こちらこそ、ありがとうございました。はい、で、本日、僕たちと、僕たちを、2日間琵琶湖を、案内してくれた、新海大輝くんなんですけど、僕たち九州の方で、先輩後輩の中で、まあ、昔からね本当に、そうですね、一緒に釣りも、はい、まあ、いろんなこと楽しんでやってきたんですけれども、今、旧吉野川で、はい、ガイドの方をね、はい、頑張ってますんで、ありがとうございます。まあ、今回の本当琵琶湖でまた改めて、新海くんのやっぱりこう、すごさ、経験のね、豊富さ、まあ、それとやっぱりこういろんな知識とすごく面白い、釣りをね毎回こう見せてもらってるんで、ぜひ旧吉野川の方で新海くんの釣りを皆さん体験して見る価値はあると思いますんで、ぜひ彼の、応援の方を、本当によろしくお願いします。しみじみありがとうございます。で、また来年はね、またね、はい、また琵琶湖で、そうですね、うん、そうですかね、リベンジ、リベンジ、ぜひ、しにやっていきたいと思いますんで、うん、またぜひよろしくお願いします。はい、それでは行くぜー、ビッグダー。嘘でしょ、ほら、あ、60嘘だった、ちょっと待って、ねおー、でかい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 、ね、ブレブレブレ、これが俺なんだよ、これがプロのガイド、これがプロのガイドなんだ、それ60やないと、後ろ60あるって、それ60 60こんなことがあるんだぜ、こんなことやばい、これがそれ6やろ、余裕で信じてくれてありがとう、あっそう、早巻きでバーって巻いたよ、はい、ドッコン、これはちょっとこれやばいやろ、これやべえ、これ奇跡やろ、でも6時いってるでしょこれ絶対、ちょっとやばい、震えてる、ね、これもう取りようのにちょっと、いやこれあるやん、これやべえ、釣り方は人生でどっちみち初やけん、すげえよね、わけわからんかったやろ、わけわからんよ、自分の方に来るね、あーいいよ、もう上がりますね、やっぱバス、多分上に上に来ますね、でタックルも強靭なやつ使ってるから、なんかあれですすごくない？すごい。本当に？クラッチ切れよ、クラッチ切れよ。かかっちゃう。OK。来てます？マジで？マジで？ちょっとカメラお願いします。おい大輝、カメラ回って、俺美味しかった、じゃあ、それお願いします、ランニングやっておきましょう、ランニングやっておきましょう、いや、来てない、え、来てますよ、来てますよ、いや、来た、やっぱ来た、あ、バレた、はおった、魚バレたでしょ、今バレた、これすごいな、グレートフィッシュボール、グレートボール、グレートボール、あ、ベイトフィッシュボール続いてます、また続いた、さらにでかいベイトフィッシュボール、こんなところにこいつが入ったら来ると思うんですよね、バスシャカーって来て、
ベイトが逃げ惑うでしょうね。バッて散って今度はバスっぽいのが映ったは映ったんですね。反対のバスっぽいのが、あ、またなんかいい感じっすね。ちょっと反応あります。これはこの前に誰か来るベイトフィッシュ、そろそろベイトフィッシュゴールドで入ってる。だいぶこれ時間差ですからね。これいいっすよ、映ってますね。この個体、個体バスの個体です。ちょっと深い11ぐらい。これで入り方と入り方と、これ当たってます。当たってます。当たった当たった。この餌を持ってくる。マジか。マジ本当や。来てます。ちょっと待って。俺のはね、俺は違う。切れる、切れる、網、網、切れる。当てれる、これ当てれる、これ。うわ、よいしょー。嘘やろ。で、再現性がある釣り。いやバッドフィッシュボール、ベイトフィッシュボール。今ね、その後バスがコロコロ映ってたから、多分やっぱ食うかなと思ったら、もうすごいね、パティーンよ。今日もうパティーン、パティーン、パティーンですよ、もう。やべえ。パティーンやね。もうこれ完全なパティーンでしょ。10XD 解散。あざっす。オッケー。マジです。ないと。あ、どうしよう。どんなもんすか。絶対一個どうする。あ、でもそれ口だいぶ今あれだったから50、あ、全然50、あ、50ジャストぐらい。50ジャスト51。うん、やべえよ。あざっす。はい、イエーイ。大丈夫。ドラッグ、ドラッグでかい。いや、いや、でかくない。あ、それじゃん、ウィゼ。オッケー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 。田中さん、ネット、ネットお願いしていいですか。ちょうど BGM が流れてるから、いらないですね、音楽が。チチチ、あざっす。